1870年、ラヨーク作曲当時のモデスト・ムソルグスキー・ウラディー・ミル、スター・ソフ・アルセニー・ゴレニシチェフ・クトゥーゾフ。ラヨークは、19世紀ロシアの作曲家、モデスト・ムソルグスキーが作詞、作曲した、風刺歌曲。1870年に作曲、翌1871年に出版された。ラヨークとは、定期誌や、縁日などの見せ物小屋に見られる。 ロシアの民族の一つで、箱型の小さな部隊を、拡大鏡をはめ込んだ二つの穴から覗き込んでみる、ことから、覗きからくりとも呼ばれる。部隊では回転する絵巻や滑稽な人形劇が演じられ、ラヨークシニクと呼ばれる弁士が向上を述べる。ムソルグスキーのラヨークは、ミリー・バラキレフが主導し、ムソルグスキーも属していた、力強い一団のグループと対立する。 音楽人たちを登場させ、風刺している。この時期、ムソルグスキーは1869年に、オペラ、ボリス・ゴドノフの初版を完成させ、初演を目指して、提出歌劇場に送風を送った頃にあたっており、当時のロシア・サンクトペテルブルクの音楽界の事情を端的に描いた作品となっている。以下の6つの部分からなる。なお、各表題は、第2項の実質による。 工場神のご加護をもってザレンバロスティスラフ会、エムトルストイ・ファミンチン・エーヌ・セルオフ参加1曲目では、ムソルグスキー自身は弁士として、工場を述べる。2曲目から、敵対者たちの揶揄となり、サンクトペテルブルク音楽院の院長、ニコライ・ザレンバの、音楽規則全能主義、イタリアオペラのプリマドンナ、アデリーナ・パッティの崇拝者である、ロスティスラフこと、音楽評論カフェをフィル。 トルストイ、サンクトペテルブルク音楽院の教授で、音楽評論家のアレクサンドル・ファミンツン、作曲家、音楽評論家のアレクサンドル・セローフ、ロシア大公妃で、ロシア音楽協会の設立者でもあるエレナ・パブロブナが、それぞれ槍玉に挙げられている。なお、このうちファミンツンは、ラヨークに先立つ1867年の風刺歌曲、古典主義者でも、ムソルグスキーの嘲笑の的となっている。 例えば、ザレンバに当てられた音楽では、ヘンデルのオラトリオ、マカベウスのユダから、ミオ、勇者はカエルの旋律を引用しているなど、当時のロシア音楽界でよく知られた人物や音楽が現れる。こうした楽屋落ち的性格によるパロディは、ムソルグスキーの仲間内で大好評を博した。とはいえ、ロシア音楽史カマリーンスカヤから、バービー・ヤールまでの著者フランシス・マースによれば、 ラヨークのアイデアは、ムソルグスキー自身ではなく、バラキレフ派の論客ウラディーミル・スターソフの移植による、ものである。この作品で日に暮られた一人である、セローフは、スターソフの、不具体点の敵とも言うべき存在であり、スターソフの願望は、セローフを打ちのめすことにあった。ラヨークは、ムソルグスキーと、詩人アルセニー・ゴレニシチェフ・クトゥーゾフとの出会いのきっかけになった。 1873年6月、クトゥーゾフも参加していた夜会で、ムソルグスキーは、ラヨークを披露した。クトゥーゾフの回想によれば、この時クトゥーゾフはこの作品に賛同できないと表明し、夜会から歩いて帰る途中、ムソルグスキーに、ラヨークを芸術作品だと考えているのかと問いただした。ムソルグスキーは笑って、単なる冗談だと答えた。夜会で、 圧倒的な人気だった作品に疑問を呈されたことで、ムソルグスキーはクトゥーゾフに対して興味を抱き、その足でクトゥーゾフの部屋に立ち寄り、自作の歌曲を歌って聴かせた。クトゥーゾフはこれらの歌曲に魅了され、こうして二人の親密な交友が始まった。以降、忘れられたもの、日の光もなく、死の歌と踊りなどクトゥーゾフの死による一連の歌曲、連作歌曲が生み出され、 ムソルグスキー後期の重要な作品となる。ありがとうございます。